違う高田さん違うよ高田さん、もう壊すよ、お前マジで。おい、このたこ揚げたこ飛ばしも学生さんが作ってくれた、金時が作ってくれたやつだからね。そうですね、昨日もなんか試作になんかほんと飛ぶかなみたいなことをあげて、なんと初めて見た時のタコはですね、あのビニール袋で作られている。いや今回もそれですよ。何やって。おはようございます。おはようございます。まず型紙をその袋に編集しなきゃいけないんですけど、はい、もうちょっと丁寧にやろう。タコになるんだから、これが開けるんだけどね。片方にリーターンでね。そう上手。こういう時は来てし見るよ。一回斜めに勝つ、斜めに勝つ方がいいタイプ。この紐に関してはっていう。あ、そう。あー、もう怖いこの人。まずこっち刺しますか。そうです。あ、そう、もうやっぱ工作の時間だけは輝いとったっけ。工作の時間もあんま嫌いやったな。これがいい感じじゃない。はい、完成です。全然隠したりしないけど。4チームやっと完成でーす。ゴー。じゃあほら、ね、早く待ってよ。もう負けたくない。 OK、 いけ高田、走れ。いいぞ頑張れ。シュン持ってやれ。膝。じゃあ今からちょっと競争っていう形でやるんですけど、はい、とりあえず競うのが高さと、時間と、あと綺麗に開いてることと、あと上げてる人がすごい楽しそうかとか。何点満点？何点満点？何点とかなくて、キーと池はもう自分の独断と偏見で、自分の独断と偏見でも一気にやったら絡まるとあれなんで、はい、まずはどっちか先行か順番に。じゃんけんで決めよう。勝ちました。どちらにします？じゃあ先行で、先行でいきます。いきます。おい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 、ちなみにだけど、リョウ、あっちの方になんか走ってる途中に見かけないけど、あっちの方になんか見えたんよね。大丈夫か大丈夫か、ちょっと見てきてほしい。待って、それはえぐい。それはえぐい。大丈夫か。えぐい、お前やるんね、ほんま。大丈夫か、リョウ、リョウ大丈夫か。絶対脱いでくると思う。やばい。飛べ言われて、飛んで、金がねかったけ、服全部持ってかれて。服持ってかれた。乳首だけはっつったらこれだけくれた。映る。金じゃなんかいいぞ。もうなんかあるぞ。じゃあなんかあるらしい。ちょっと見てきてくれ。気をつけろよ。こっちはもうやばいやつおるで。やばいやつがおるけ、絶対行かんほうがいいっちゅう。どうしたチュン、大丈夫か。え、フレーターしかないよな。フレーターおるやん。フリーザ最終形態になりそびれた男です。キドキ、これ限定対象。いけ、頑張れタコちゃん。いやいや、頑張れ、いけタコちゃん、頑張れ。タカくん、タカくん、上がるぞ。いけんぞ。いや、高い。わーって、タコわーってしながら階段降りていったら高く飛ぶで、あの、このままいけるで。いけるかな。うん、でも下にはなんか、用がないものもあるかもしれないけど、気をつけて。大丈夫やない。気をつけていきよう。はい、いいよいいよ。あ
大丈夫か大丈夫かよ嘘だろちょっと待って、やばい、おい、タカ、こっちに行ったら、とりあえず俺の大好きタコを取られて、タコ取られて、おいおい、やめてくださいって言ったら、これだけ、これだけもらって、いや、これ、これ、私、これで勘弁してくれて、我だけ落とされた。これで勘弁して、全然すごい、ちょっとやりすぎじゃない何回やるんだ、この数じゃあちょっと俺タコ探してくるわそうやねうんあ、タコじゃあタコ探してくるタコ、それやる気ぃつけられてますまあまあ来たねこれめっちゃチキン食ってる大丈夫かおい誰よりもでかい大竹に誰よりもでかいな大竹に大丈夫か時間かかるやつやめろえ違う襲われたかって、うん、タコだけが俺のこと守ってくれた本当にタコだけがタコだけが俺のこと守ってくれた死ぬこと以外かすり傷いやいやほんまにいやこいつは触ったら本当にやばかったほんまにをやったもう叩いてまあ結果発表いい声春日野球部勝者は中さんの方ですおっしゃやだー罰ゲームというか罰ゲームやった方がいいんじゃないかって話がカメラマンいいテーブルマンからカメラマンからあそこで押し相撲というおしいや本当にやいしょーいやそれだけは本当にダメいやあのマジでこうきつこげてやったらマジでつかないけどそれともマジでやっちゃうけど本当にやっちゃうけどうわーもういいやそうやるがそうやるがやばい本当にやだ足をそれそれなこそんな簡単に割れはいはいスタート痛い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 さてさて、そうして全てのイベントが終了して、あとはキロに着くだけですね。今回チャガマランが体験したイベントは、来春4月から6月の間で実施予定です。よかったらぜひ。ああ楽しかった。ポッカールが良かった。ポッカールも良かったけど。いい湯で行く気ね。結局タコ揚げが俺は一番良かったからあーわかる大豊を感じれる飯だったな確かに階段切ってやったありがとういや大豊最高やなおい